俺たち、私たち、ということで、はい、こんにちは、やっていきましょうか。ブルーホースです。ゼルダの伝説時のオカリナパート19だったかな。とりあえずじゃあ9位ということで、はい、ここから入っていきましょう。前回はなんかはい、盗賊の女の子にブチュッと刺されてこんにちはっていうことだったんで、まずは1匹目から、ちょっと待ってね。お前が死ぬんかーい。はい、ピュー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 なってますと。で、ちらっと、ちょちょ、登って。こんなとこあったっけ。あ、もう全然覚え、これあれか。多分こっち行くとあれ出すよね。多分俺の予想なんだけど、自ら捕まりに行く系男子になりそうな予感がするんだよな。これでも自ら捕まりに行く系男子になって何の意味があるんだろうな。はい。で、よいしょ、出ていくと、こっからなんか直接なんか行けたりするとか、そういうオチ行けないよね。今すり抜けたな、完全に鉄格子。ごまだれえ、でもこんなでっかい宝箱何が入ってんだ。知らなかった、初めて知った。いや、多分知ってたけど、初めて知ったことにしよう。ほい、届け。ちょっと待って、今届いたべや。あれ、ちょっと待って、でもさ、じゃあここは来たな、ここは来たことあるな。あ、なんか前、あれ、ちょっと待って、あのね、前回、また入ってしまった、ごめんなさい。前回の収録から、ちょっと日数が実は空いてって危ない、今、もう一回また入るところだった。前回俺あれだよね、女の子に切り刻まれたんだよね、切り刻んされたから、そのリベンジマッチを果たさなきゃいけないんだっけ。よし、ノーテぶち抜きの、お前はお腹をぶち抜きの、おへそチクチクみちきチク、合わせてみちくちくみちくちく、あれ、初めからチクチク言ってるな、むちくちくか。あれ、こっち行くと、こんにちは、あれあれ、じゃあやっぱりあそこで俺やられたのか。ちょっと待ちー、まあ、いないな。ちょっと、あれペケペンペケペンピキピキピキ、あれ、ちょっと待って、あれ、分かんなくなっちゃった。捕まっちゃった、テヘペロ。まあいいや。で、そんなことも言いつつ、じゃあ、これでも、こっからあそこ届くんじゃないか、実は。プル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 、届かない。ちょっと待ってね、マジでわかんない。あれ、一発目、あれ、俺、岡間ちゃん何匹助けたっけ。あれ、岡間ちゃん、記憶だと2匹解放の儀式をして、2匹解放の儀を行って、あ、じゃあ上すぎた。ちょっと待ってね、撃っちゃった。このお鍋ちゃんに当たるとあれだから、燃えて、あっちっちのちのちん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 がちんちんが燃えちたぎてのってなっちゃってるのかな。多分最近どんどんあれだね、会社の人に俺が YouTube やってるってことがなんかいろんなところから漏れてってるっていうね。あんまりね、こういうね、なんかアホみたいな発言、あ、ちょ、いや、でもここ来たな、ここは来たな。じゃあこっちか。あれ、ここ、ちょっと待ってね、もう本当に覚えて、いや、これは、ここあれだ。びっくりした、こんな急にびっくりしょ。ほら端っこに追い詰めていくさ、お前に切り刻んされようがなんだろうが、俺がお前の服を切り刻んでやったんな。ふい、甘い。あ、ちょっとずるあ、なんかわかんないけど、食らってくれた。ほいほいほい、オッケー、
あぶれあぶれ。それ一撃食らうと終わりなんですよ。ほい。おい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 、さあ飛び込んでる、さあ飛び込んでる、さあお尻を差し出せ、尻を差し出せ、尻を、尻を、お前も後ろから好きだろ、おりゃ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 、ぺい、あちょ、ほら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 、おりゃおりゃおりゃ、クリリプシェイシェイシェイ、オッケー、バイバイ、ダベキピーって言ってことで、はい、なんかめっちゃバンザイワッショイしてる、バンザイ参照、お前何色、ありがとう、ボヤやるじゃない、あたい大工のサブロー。ボヤ、うちの勝手なやつ失敗するじゃない、きっと、うふ、早く脱出させなきゃ、あと一人仲間が捕まってるからって。こいつらさ、あのさ、一個思うんだけどさ、なんでその周りの仲間がどんどん解放されていくっていう状況を把握してらっしゃるわけ？めっちゃびっくりするんだけど、普通に考えてさ。しかも、岡場ちょっと今、ちらっとケツ見えたし、おい、待て待て、ケツ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 。そう。おぉ、ちょっと危ねえ、思いっきり正面に出てきてないか。じゃあ逆から行くべ。危なゴリッゴリに今目の前にいたよ。そう、なんでこいつら、仲間が解放されてってるのか分かんないで、あたいの他にもなんかあのまだ仲間がいるの、あのぜひまだ助けてなかったら助けてやってねとかって言うのであればさ、なんか理解できるじゃん。もうそんなのもなんか分かってるか分かってないかも分かんないままさ、助けてやってねって、なんでそんなのご存知なんですかオタクってなっちゃうよね、普通に考えるとさ。え、あーいたいたいた、あれちょ、これラスト、あ、ラストエスケープだ。ちょっとそこのお兄さん、こっちこっち。ラストエスケープだ。やった。ネメシスクリア。よし。オープンササミできへん。ちょ、間違えた、間違えた。ピッカラキタキ知らないけど、ここの守りを抜けてるのにいい時をしているわね。いいや、だいら、大工の仲間みんなここに詰まってるの。ここから出してくれたらきっと役に立つわ。でも気をつけて、見張りのギルズがどっかにいるはずだけど、危ない、よしよしよし。よいしょ。ギルド、ギルド。おやばい、よいしょ、だいぶ隙間、隙多いな、こいつ。ほい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 、おい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 、そうそうそう、こっちに、オッケー。こうやって距離取ってたら、こいつ全然怖くないんだよ。おい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 、あ、痛い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 、ほい、はい、ジャンプ切りた、こうやるんでございます。甘いですね。あー、やっぱポリゴンだからあれだね、あのこうやってクタ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 クやってもさ、プルンプルンするところがプルンプルンなってないんだよな、なんかもう体全体がブル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 震えてくる。これでもいい、残念でした。あれあれってことは、なるほど、体力これ10ってことですね。仮にあのマスターソードの攻撃力の1を1とするのであれば、はい、そろそろピョンと行って、はい、いや、ごちそうさまでございました。体力10でございますね、お疲れさんです。なるほどね。で、話してくれないとか、あのあれですね、あの奇抜なヘアスタイルをしてらっしゃいますね。はい、ということで、お前何色？あたいだけ忘れてんじゃないかと思ったよ、よかった、あたいだけこの白。ああ、ってことはあれだね、あの一郎二郎三郎四郎っていうのはね、現役の様子を超えるには真実を見る目が必要だ、そこには女神がいるってね。じゃあゲルトの谷のテントに戻ってるから寄って行ってね、いいことあるかも。じゃあ、あー迷うな、修練場に行くべきかどうかなんで、修練場行くと結構な時間が経ちまっち、なんだあんたの仕事見せてもここの守りはなかなかいいところじゃないか、ガルンドルフ様以外の男なんてみんな役立つだって思ってたけど、見直したよ。あたいはナボール様からこの砦を任されているものさ。ナボール様は魔王ガルンドルフ様の片腕、ゲルト族の首領だ。今は砂漠の彼方、魂の神殿においでなのさ。あたいらの仲間になりたいんだね。オーケー、いいだろう、仲間と認めてやろう。こいつを持っていきな、これがあればこの砦を自由に歩けるよ。テレレレー、ゲルトの修練場に入ります。お姉さんどんな姿？ああ、あれか、ちょっと講習がきつくて、宙禁止みたいな、そんな感じになってるのかな。へそ長くない？そんな長いの、へそ、おへそ。はい、こんな感じでございますね。はい、あの講習がきつくて、あの宙はできませんよっていう。それなんで口隠してんだろうね、気になるわ。ということで、じゃあ、来てない方向からこっち帰っていきましょう。ということで、早速やるべきことが一つあるんですよね。あ、なるほどね。で、これで、あ、無理、さすがに、さすがにダメですよね、そんなことした。え、ポナッチー、ポナポナッチー、どこっち行ったっち。違う違う違う、これからナボル様のおられる魂の神殿へと行くがいい。あれ、エポナは、エポーナー、エポーナー、いない、呼ぼう。むずいって、むずいって。いや、もうなんかあのその会社の人とかにさ、結構そのなんだろう、あのなあれあれ、ゴールデンアイ007とかやってよみたいなね、あのありがたいお声とかもいただいたりするんですけど、エポーナーが来ない。下にいたのかな、降りましょう、降りろうや。うん、いる、あ、いた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 。そう、
でもゴールデン007もね、ちょっと、ね、試しにやってみたんですよ。やってみたんだけど、ね、あれ、ね、マジで激ムズになってる。何かっていうとさ、あの64の時ってさ、Cコンがさボタン式だったじゃないですか。ところがあの今あのプロコン使っててさ、右スティックがさグリグリ式になってるから、なんだグリグリ式って、そうの状態になってるから喋る。はい。ここはゲルドの修練族、修練族も見るように会員確認1回10ルピーだよ。あ、今やめとこう。あとで来るわ。そう。へい、ジャガーシー。そう。だからね、もうね、銃を撃ちながらもう、わけのわからない方向を向きまくってて、もう嫌になっちゃうよって、毎日毎日っていう状態になってるんだよね。ということで、まずは普通にこれをね、クリアしていきましょうか。ということで、はーい。お願いします。お金ならたんまりあります。喋ります。こっち見ろ！よーし、ユリ、今乗ってるじゃねえか。どっからいただいてきたか知らないが。もうバレてるよね、これね。馬が走り始める。何ポイント取るか。いや、10ポイント取ればいいものをやろう。20ルピーで。はい、やります。チュイー、チュイー、チュピッピー。意外とこれが難かったりするんだね、調整がね。ほい。ほい。あー、あー、ちょっと待って。あ、ちょ、しかも、うわ、あ、終わったわ、これ。あと全部60点取っていかない。30取った時点でもクソだな、これな。そうか、もう瓶をね。やばい。あ、なんとか。でも1500ポイント取るにはもう全然足りないな。これピンチかもしんない。やっぱ64の時って操作しやすかったから、素晴らしい。お前こそ真の達人。お前ね、これをあとはさらなる修行あるのみる。テルテルテイー。よしユリ、ここはやばすぎ。あれ、ちょっと喋りかけてないんですけど、喋りかけてない。あ、馬に乗りながら喋らないとダメなのね。今やってたのに、すごいあのシビアなスタイルでございますね。よしユリ、よし、 OK よ、やってやろうじゃねえか。挑戦回数は24回まで可能ですぜ。何回失敗するつもりや。あ、なんか良かったね、今さ、あのリンクがさ、エプラのことなでなで。ちょっとリズムゲーなのに、くそハゲ散らかしてやがる。ダメだ。あ、これあと1本も外せねえやつだな。全部100にしないといけないやつだな。これなんか1000ポイント超えたらお金あげますよとか、そういうさ、やさを しようとかない？あー、やばい。100点。全部当たってるけど悔しい。くそー、なかなか言うてた。20ルピーでちゅ、有無を言わさず金をむしばんでいく、こいつ港区女子みたいなやつだぞ。やばいな。まあでもあのあれだね、15発もやらせてくれるなんて優しいからね。あ、じゃあ20発か。あ、ちょ待って。あ、ちょっと待って、ひどい。ちょっと待って、なんか思ってる以上に上向くな。あ、これダメだ。あの、全部100点取ってもダメだ。ってなると、ちゃー。あー、やっぱ途中で終われるね。オッケーオッケー。620ポイントだな。ははは、まだだな。すいません。あの、西麻布とか六本木とかに連れてったのに、あの、お会計の金額があの3万円分しか食ってないみたいな感じでごめんなさい。そのところ食べたことないけど。え？オッケー。チャラチャチャーン。あれ、ちょっと待って。俺の思ってた感じ違う。待って、本当にこのプロコンってやっぱ難しいな。と、やべ。やべ。ちょ。まだまだ希望はない。終わった。修行だ。よし。もう課金ゲー。なんやろ、冷静に考えたらだもんね。15回。もう無理だ。無理。くそ。
なんか40ルピー払うからさ、矢を40本に増やしてもらえないですかね。1本1ルピーでしょ。ちょっとこれ最初の調整がマジでむずいんだよな。微調整今です。おおキャーフェドゥルドゥドゥあれ今当たってなかったのか。くっそやべ冷静沈着雨あられ。これ60点取り続けてもダメだからね。マジかよ。あマジかよ。やばい。あ、やっちまったやっちまった。くそー、3本100点取り続ければ。焦りがやばい。よし、これはあれだな。取れるまでは倍速だな。うん、倍速カットだな。頑張ろう。ちょ。オッケー、これはもうリズムゲーになってきたね。オッケー。お、倍速だって言い始めた瞬間、あれだな。もうこれ以上視聴者を巻き込むなっていう神からのご啓示があったのかもしれない。ということで、あれ今当たってたよな。モロ当たってたのに。オッケー、こんなうまくいく。よっしゃ、パーフェクト。チャラチャチャー、ファーオラー。オッケー、ごちそうさまでございます。さあ、お前のすべてをよこせ。信じられるのは、マクス9号の殺人だ。殺人に親しい武具を与えよう。このやつって私のやつだ。お前にはこれからは、それはもう、確かに欲しいんですけど、あなたの今、その身にまとっているものすべて品務。OK。じゃあ、そうだな。修練場も行くだけ面白いもんね、普通にね。と言いつつもさ、でもなんだろう。いや、じゃあ行くか。行こうか。ね。よし。さあ、でもこの1パートにちょっと収められる自信はぶっちゃけないので。これ今行くのが正しいのか、それともその銀グロを取ってからのが正しいのか、まあいいや、でも10ルピーで入れさせてくれるってね。いや、こんなに立派な修練場がさ、たったの10ルピーなのにさ、やぶさめ20本に対して20ルピー奪われるって結構シビアだよね。よし、じゃあどっちから行きましょう。これ普通に時計回りから行った方が正しいんだっけ。各屋で待ち受ける試練を乗り越えた者には、キャッキャウフフでございますと。時間内に全ての敵を葬るべし。ああ、そっか、お前らだった。ちょ動き続けないとダメなの。よし、もうゴリゴリに行く。で、もう一匹どこ行った。よし、で、よし。ちょっと待って、あれずるいぞ。ずるいぞ。痛い。ずる。ほい。OK、はい、おしまい。これでいいぞ。はい。1個目。そうなんだ、これ沈んでいくんだよな。そして体力ゴリゴリに削られたら、一気に何？3分の2いかれた？終わってんなー。チャラチャチャー。これ手に入れる。ちなみにさ、これさ、仕掛けられた。うっそやん。マジ？おはようございます。そういえばこんな罠ありましたな。ほんで、よいしょ、シュー、チュルルルルー。あれどこ行った、どこ行った。よいしょ、チュルル。あ、ちょ、真上にあった。何個取らなきゃいけないんだっけ？5個。今ちょっとね、本当にね、女性に向けて絶対言ってはならない、男子は狂気乱舞する言葉を今言いそうになったけど、ぐっとこらえたって感じだね。よし、OK。で、岩が転がって出るから、ほい。いて食らうのかよ。普通に引き殺されたわ。ぷ。あ、こっちへ。いけー、あぶねー。いけ、ピピピ。で、こっち。あ、あった。あ、ちょ、取って。よし、はい。で、あっち行きましょう。こっちは、燃えねえのか。こっちは燃えないんだね。で、あっち行って、逃げピピーのー。ほい。チャラチャチャン。あれ？ここ、鍵出てこないのか。おー。そして、なぜか炎を振り抜けていくスターよ。で、オープンササミ、あ、
持たざる者は永遠に。じゃあかしい。あ、やっぱこれあれだな、銀のグローブじゃなくて金のグローブだっけ。ここまでのやつある。今度早く攻撃失敗してるんだけど、こんないくっけこいつら。かっこいい、こんないたんだ。かっこいい大食いだね。あ、違う、ちょーって。でもなぜかね、こいつ攻撃食らった時お尻が痛いよみたいな感じになってるんだよね。はい、おしまい。で、フォアウルだよね、フォアウル。雪国におります。尻尾が弱点でございます。あ、でもこ、あ、一応こいつらをしばき上げることによってデクノミッチーは出てくるっちーなんですね。オッケーオッケーオッケー。で、持たざる者は食うべか。自分思ってたんと違う。で、持たざる者は食うべからずなので、よいしょ、ほい、まこまこ食うのメガネ、ありがとう。チャラチャチャチャラチャチャン。今のどこが開いた、わかんないよ。とりあえずじゃ進んでいきましょう。これこっから撃っていいのかな。ジュアウ。あ、でもこれあれか、あの時間が経ったら、あのだん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 、あの溶けていく、あ、溶けていくというか、あの戻っちゃうタイプな。あー、しかも降りたら動き始める。石像の目を全て射抜け。あ、こっち行けんじゃん。あ、ここが空いてたってこと、もしかして。うわ、一応閉まって、おい、隠された通路の謎を解く。違う違う、こう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 、ほい、ティー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 、オッケー。マグマス、もうマグカルゴにしよう。それレベルアップしても強くなっちゃってんの。あれ、どっかで、どっかで、あった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 。スケベッチー、チャラチャチャチャラチャチャン。炎が消えてなくならない、なくならない。あー、でもなんか出てきた。ちょー、でもどうせあれだろ、あの ハンマーフリフリしないといけないだろ。ちょ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 、間違えた。こんなら、こんならしないでもなら、はい、違う。はい、正解。どっちかかなーっていう、なんとなくの記憶はあったんですよね。オッケー。これなんか違うやつ開けたら、そのなんか出てきちゃうとかあるのかな。やべえ、出ちゃう出ちゃう出ちゃう、あーっつって。じゃあ、やべ、はい、ありがとう。あ、まあまあ、一応ちょっとだけ減ってたからな。はい、そうです。お、うん、炎の海を乗り越えよう。あ、じゃあ先にあの弓矢っちやるか。ごめん、あの行ったり来たりと申し訳ないです。火ついてたぞ今。あれ、通路の謎を解けて、あれ、またあんの。あ、でも、もうないでしょねえ。宝箱がなんかジューンって動いてるけど、ないよね。おめえか？ちょっと。ないよね。ない。オッケーオッケーオッケー。ああ、うん？ちょろちょちょちょろちょちょん。あ、戻るためにあいつをぶち抜いておかなきゃいけなかったのか。おお、それはそれは、はい、すいませんでした。ということで、よいしょ。はいはい、あの、射抜きますよ。射抜いてみせよう、ホトトギス。あれ、あれ、ちょ、む、シビア、シビア。ジュオウ。石像が声を上げるんじゃないよ。ジュオウ。あー、むずい。オッケー、チャラパピピロルチョピティ。真ん中にいてー。おお、今、ああ、大丈夫、ダメージ食らってない。おお、神よ、誠よ。チャラチャピー、ああ、やっててよかった。で、あそこに帰るためには どうしたらいいんだ。僕ちゃん帰りたい。あ、帰れない。帰ってきました。帰れなくない？じゃあいいや。またもう一周してあそこに戻ってきたらいいってだけの話だから、ま、全部戻ってんじゃん。まあいいや。で、日の海小僧を越えてゆけ。お金がなくなったから、ここでさ10ルピー以上稼がせてたらさ、あ、もう完全なる赤字なんだけど、いいの？これ、それともあれ、何、死んだら、あの、その死んだやつのお財布から全部抜き取っていくっていう、まあまあブラックな感じ。
届かへんのかーい。ちょっと、そしてすべてがやり直し。スラタン式でしたね。オッケー。ちょっと待って、普通にあの鍵が野ざらしで置いてあるんだけど、いいのか。よいしょ、ちょるちょちょちょー。ほい。ちょちょ、なんでやねん、なんでやねん。おかしいがな。掴んでくださいよ、お兄さん。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。トゥルトゥトゥトゥルルルル。ほい。そっちした時もちょっとあれなんだね。微妙にふわっと浮くんですね。オッケー、トゥ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 。オッケー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 。テルテルテル。オッケー。これまた。ってわけではないのか。時間制限で戻るみたいな。オッケーオッケーオッケー。ほい。で、ちょっと安全牌で、安全牌、おっぱいいっぱい。だから、いろんな女の子を見てんだって。水中に潜む白き玉ゆら、なんとかかんとかってあったよね。なんだったっけ？白き玉ゆら、なんとかにそびえ立つ。そびえ立つのはあれか。ダメだって、ピュアな子もいるんだから。ピュアな視聴者さんもいるんだから。ゼルダの伝説、時の狩りのあくまでただのギャルゲーであって、決してエロ要素があるものではないから、はい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 。そこは皆さんご注意くださいよっていうところですね。はい。オーケー。あっ。おー、しかも20、こっち見んなし。まだいるな。で、こいつらを全員ぶちのめすことでなんか手に入ったりとかすんのかな。ちょっと漁獲量が厳しいからって、そんなホタテさん暴れなくてもよろしいですよ。あ、こっち向いて。はい、ありがとう。うちゃー、なんでやねん。ずるいってずるいって。ほい。おお、ずるいって。慌てた。くそやかましたいね。ちょ、なんで。おお、危ない危ない危ない。しっかりこっち向いて。ほい。あー、なんかずるいな、なんかずるいな。おい、なんで。でもこれもな、特徴捉えてるよね。そのなんていうか、貝のさ、貝ってさ、その空いてる方をさ、パク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 動かすことによって、そのなんか水中を蹴る、まあ人間でいうところの水中を蹴るみたいな感じになってさ、それで何も出ないんかい。そう。あ、妖精、あ、妖精なんかあれ、一個あれなんだ。で、チャラララララ、チャラチャチャチャラチャピー。ふい、沈みます。わー、行き過ぎー、マンボウ。よし、じゃあここら辺で出た。もう水の神殿張りの。なんでやねん。ちょ、待ちいな待ちいな。で、それは取らへんのかい。あかんて。よいしょ。ほい。沈みます。じゃあ、パカピピー。いや、僕、クソうるせえな。ほい。よいしょ。んで、どのタイミングで、これがまた超むずいんだよな。あ、このくらいでいいのかな。よし。じゃあ、行きましょう。キュ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 。で、これを普通に。あ、いけた。ペケペケペケポポン。よし、じゃあ、これ上がっていきましょう。ほい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 。やばい、14秒しかない。上がれるかな。14秒でおかわりしたい。あれ、どこ行った、どこ行った、あった。まあ、このタイミングでわざと死んで妖精をやるっていうのもありなんですけど、ほい。オッケー、よし。じゃあ、疲れるよね、それはね、それは疲れてるよね。で、あっちにはどうやって行ったらいいんだろうな。まあ、行けないんだろうな、多分な。よし、飛びます。ごめんね、ちょっとうるさいよね。なんとかするわ。なんとかすると思ってたら、すげえゴリッといるね。おいで。
これ台のコースだっけ。あ、台のコース。ほい、あの、縦がないの楽なんだよね。ほい、体力が高いんだっけ、台のコースの方が。あの、トカ、ミスタートカゲより。大丈夫、あの、端っこに追いやられた。あ、でもこいつ優しい。ハート出してくれるだけらしく優しいかもしれない。ちょ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 、優しくない。こっちの上聞くから。あ、聞くんだ。あ、やばいやばい、もうあのまともに戦うのが嫌になったインディン・ジョーンズみたいな感じになってる。わかるかな、このネタ。レイダースっていう作品でさ、あ、痛い、あ、食らうのかよ。ずるいずるい。レイダース、あ、時間制限あったんだ、気づいてなかった全然。レイダースっていう作品でインディン・ジョーンズがなんか 剣を持ったなんか変な輩に絡まれて、ほらほらお前俺と戦いよみたいな感じでぐ、あの、来られるんだけど、あの、めんどくさくなって銃で撃ち殺すっていうね。 OK。 でもなんかあの実際はそう、あの、剣で、あっちゃ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 、剣で戦って、あの、本当は倒す予定だったんだけど、なんかインディーが、あ、インディーってかハリソン・フォードがなんか腰を痛めた、あっちゃ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 、腰を痛めたかなんかで、剣で戦うことができないから仕方なしに、なんか銃で撃ち抜いたみたいな、なんかそんな話を聞いたことがあるんだけどな。まあ実際本当なのかどうかわかんないけどね。で、これでルビーだっけ、矢だっけ、矢使って矢返ってきたら意味ない。あ、ルビーか。ごちそうさまです。あら、なんかこっちもある。これはなんだ、20ルッキーか。あ、はいはい、了解です、了解です。でも間違えた鍵開けちゃったらどうなんだろう。あれでも5個、あれ、我らの宝を手にしたければ、うんぬんかんぬん、ピッピッチッチ。あ、なんか修練所も結局あれだね、いつもの収録時間内に収められそうな感じで進んでいってますね。トゥルルルルルルル、やっちゃー。もうこれでペイできてるよね、完全にね。なんだかんだで財布いっぱいになりそう。よし。あ、で、あとあれか、あそこのホアウルと普通のポスがいるところを登ったあれで行ったり。ああ、またなっちゃった。で、登らないよ。で、これで、異常、異常が異常で、異常上。あ、これじゃ進めない。あと2つか。あれ、じゃあ、あの鍵ってどうやって手に入れるんだ。なんか登るところとかあったっけ。いや、めっちゃ手に入んな。ここで、じゃあ、もうめっちゃ矢使えよっていうことなんだろうね、きっとね。あー、うん。で、あれ、どこだったっけな。あ、これなんか、誠のメガネでなんか抜けれる場所があるとか、そういうオチだっけ。いや、そんなことはなかったよな。How do you do?I'm fine. 言わないけどね、英語だ。よし、じゃあとりあえずまあ戻りましょう。なんかここまで無駄に来ちゃったけど、だったら全部回収してから行くよっていう話なんですけど、ごもっともでございます、すいませんでした。よし。ちなみにこれもう一回あの矢当てて開眼させることによって、なんかもう一個宝が落ちてくるとか、そういうオチはなかったりするのかな。よいしょ。危ね、危ね、こっからどう。オープンササミー。よいしょ。ゴン、ジョボボボボボボ、落ちます。ちょちょちょ、もう一丁落ちます。 OK、 もう一回とはならないね。ちょっと今ちょっと一瞬ちょっとごめん、あのね、シンプルにね、一瞬本当にビビった今。あ、いけた。うおー、すごいフィーリング。なめんなよ、畜生。で、そっか、ここであれか、なんか、かかしの歌かな。でも、かかしの歌、なんか、その、マークっぽいところ行ってさ、開けたりとかすっぺけどさ、全然開かないっぺんな。どうなってんだろうな。ちょろちょちょーって。ちょっと待って。これ、え?あ、下か。あ、ちょっと待って。あ、なんか、下から突き上げて上がれそうな場所がある。まあいいや、とりあえず進んでいきましょう。進んでいきましょう。あ、なんとなく思い出したけど行き過ぎた。あぶね。いや、もうアウトなんだけど、普通にシンプルにアウトなんだけど。どう、こっちだね。
やばいなー、ハートやっぱ修練場だな。うん、大変な思いをせざるを得ないですよね。ここでピョン、ピョン、あぶ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 。で、思い出した、ここだ、これだこれだこれだ。パパ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 。おお、来た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 、いいね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 。よし、よし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あの、は、花が帰って、書いてましたんで。男はギリギリの戦いをやるんですよ。そう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 。よし、なんで今止まらないで行っちゃったんだろうね。びっくりしたわ、本当に心底びっくりしたわ。で、これを言って寄せ寄せ、ハートがいっぱい。すげえ、予想外のアイテムが来てびっくりした今。で、ここの中でなんかどっかその、あ、ちちち、間違えた、間違えた、誠の目をどっか空いてる場所があったりすんのかね。ないのか。間違えたところを開けてしまった場合は、めっちゃヤー手に入るな、ほんで。まあ、なんだろう、あの、ヤーじゃないや、鍵がまた新たに手に入るとかってオチなのかな。でも、ここ開けちゃったら、なんか、本当に行けなさそうな感じになるよね。よし。じゃあ、例のアイテムを手に入れて、おしまいしましょうか。なんだかんだ40分？すげえ頑張ったよね、俺。じゅおー。ごめん、あのシンプルにさ、ごめん、ね、実況取りながらさ、余計な音をさせてみんなうるさく、もうハート4分の1だったら使っていいよね、さすがにね。Thank you。 どっかで妖精を仕込まないといけないよね。妖精で仕込らないといけない。んなこと言っちゃダメ、大妖精様にしときなさい。そういう問題でもないんだよな。よし、なんか思ってたよりもあれだね、サクッといけたね。なんかもっとグダグダになって全然難しくって、あの、次のパートに行きますみたいな感じになるのかなとかって思ったけど、その全なんか3つ取ったら次のパートを次回お楽しみにバイバイと思ってたけど、もしかしたら、ね、もしかしたら、まさかの全部行けたっていうね。まあ言うて40分かかってるからごめんなさいって感じですけど、これ一気に戻れるのがめんどくせえな。なんかあれみたいに戻れたらいいのにね。なんだっけ、山吹シティみたいなさ、古いかな、例えば。まあでも同じくらいの世代だからね。まあ、金銀とかね。ちゃちゃちゃ、でも本当にこれね、使う場所がねえんだよな。だから、炎の矢とかさ、光の矢って、攻略に必要になってくるんだけど、本当にこれはね、必要ないからね。ちなみにさ、炎の矢もさ、必要ないのかな。あの炎の矢もさ、なんか氷ついてる目玉とかを溶かすときにさ、一緒に使ったりとかもするけど、銀の方の先に燃やしてから矢を打つとかでいいのかな。まあ、効率すげえ悪いからやんないけどさ、さっきが全然うまく開けられないんだけど、なんで。よし、じゃあ無事見事にですね、ゲルの修練場もクリアし、そして、矢も50本にすることができるというところでございますんで、一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。次回、魂の神殿一生懸命乗り込んでまいりましょう。では次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。では、はた。